表面科学、表面科学、表面科学、英語、サーフェースサイエンスは表面、または海面を扱う自然科学の一分野のこと。理論、実験両面から様々な研究が行われている。物理学を重視した表面科学を特に表面物理学という。物質の表面は物質の吸着と脱離、電子的な不安定さ等によって測定することが、 難しい状態であった。実際に表面の構造が確認できるようになったのは1950年代に高真空状態にすることで表面に余計な原子、分子などが付着していない洗浄度を確保できるようになってからである。表面科学の複雑さからノーベル物理学賞受賞者のボルフマング・パウリは答体は神が作りたもたが表面は 悪魔が作ったと言い残している。個体の表面を構成する原子は、個体内部、バルク、英語、バルクを構成する原子よりも、はるかに数が少ないため、その影響は少ないだろうと見積もられていた。しかし19世紀後半、ポール・サバティエにより、不均一触媒の表面が研究され、さらにアーヴィング・ラング・ミュアにより物質吸着の研究が進められた結果、個体が外部と、 エネルギーや物質をやり取りする場としての表面の重要性が明らかになった。20世紀後半には表面を原子、分子レベルで観察する手法が開発された。これを用いて、ゲルハルト・エルトルは表面での化学反応を詳細に研究し、固体表面での化学過程の研究の功績で2007年にノーベル化学賞を受賞している。体物理学では X、Y、 Z 方向へに無限に続く完全結晶を理想的なモデルとして用いているため3方向の平身対称性を仮定できる。しかし、表面、または界面がある場合、K の表面に垂直な方向での対称性が破れる。このため表面や界面に特有の現象、例えば電子の表面順位の発生や原子配列の表面再構成などが起こる。また、 外から飛来した分子は表面に物理吸着あるいは化学吸着する。特に不均一触媒の表面では吸着した分子の状態が変化し分子単独では持っていなかったような反応性を得ることもある。全く同じ物質の表面でも結晶を切断する面の方向によってその性質は異なる。結晶面はミラー指数によって指定される。例えば SI の単結晶を ミラー指数が111となる格子面に沿って切断した断面は SI111 面と呼ばれる。同じ SI 結晶の表面でも100面と111面のように方向が異なれば異なる表面として扱う。個体には平身対称性があるため整数キロ、リットル、メートルと単位格子ベクトル A、B、C を用いて 任意の格子点は、か、ポンド MC と記述できる。このうち C 軸方向を方線とした表面上の格子点は、か、リットル B と表せる。すなわち、C 軸に垂直な表面は、A と B が張る四角形を単位方とする二次元格子からなる。バルクの断面と同じ構造の表面を理想表面と U。SI100 面と SI001 面は、 方向が異なるが、立方章であるバルクの対称性がそのまま保たれると、すれば、どちらの断面も等価である。等価な結晶面の集合は、ミラー指数を中括弧で囲んで、100のように示す。実際の表面が二次元の結晶となっていることは、低速電子線解説、リード、操作型トンネル顕微鏡、STM、原子間力顕微鏡、AFM などにより確認できる。 理想表面と実際の表面で完全に構造が一致することは稀で多くの表面では電化密度の偏りやダングリングボンドに起因する不安定性を緩和するために原子が理想表面での位置からずれる。このような構造の変化を表面再構成または再配列と呼ぶ。表面に吸着した原子や分子が原因で表面再構成が起こることもある。 実際の表面の単位格子ベクトルは、理想表面の単位格子ベクトルの線形結合で表現する。この時の係数を指定すれば、最高性の有無に関わらず表面の対称性を表現できる。実際には、22の行列となる係数そのものよりも、簡略化したウッドの記法に基づいて、SI111 から77のように表面の対称性を表すことが多い。 表面科学の実験には原理的に避けがたい課題がいくつかある。表面の原子はバルクの原子よりも圧倒的に少ないため、通常の分析手法では表面の信号はバルクの信号に渦も入れてしまう。従って表面の分析を行うためには表面の信号だけを選択的に測定できるような手法を用いる必要がある。また大気圧下では、 気体分子が表面に衝突、吸着、脱離を繰り返しているため、分析対象である表面の状態が測定中にも絶え間なく変化してしまう。そのため実験を超高真空化で、気体分子の量や種類をコントロールして行うことも多い。固体表面の構造を分析するために、操作型トンネル顕微鏡、原子間力顕微鏡、電子解説、X 線解説、 透過型電子顕微鏡、操作型電子顕微鏡などが用いられる。また、素性を分析するために、光電子分光やオージェ電子分光などが用いられる。吸着分子の分析には、蒸気の方法に加えて、ケルビンプローブによる仕事関数の測定や、各種の振動分光、脱離した分子の質量分析などが行われる。理論面からの研究にも、表面科学に特有の課題がある。 表面系のバンド計算や構造最適化ではバルクにも用いられる第一原理計算パッケージが流用される。こういったパッケージでは実空間法などの例外を除いて X、Y、Z 方向への周期性が計算の前提となっている。しかし表面では光線方向への周期性が崩れているためそのままでは計算ができない。そのため 表面のある個体を交互に並んだ原子層と真空層で禁似して、放線方向の周期性をモデル系に持たせる禁似がよく用いられる、スラブ禁似。また表面、分子系を解析するために、巨大なクラスターの端面として表面をモデル化する場合もある、クラスター模型。最近では、ナノテクノロジーブームからナノ材料と言われる、 機能材料の開発に力点がシフトしている。例えば、スピントロニクスや新しい触媒等の開発を目的に掲げているケースが多い。その他、モスフェット用の絶縁体の開発に関係して、絶縁体表面の研究も盛んである。特に、シリコン表面にハフニウム酸化物を薄膜として生成させた系は、有電率の高いゲーと絶縁膜として盛んに、 研究されている。こうした絶縁膜は背経絶縁膜とも呼ばれ、半導体メーカー各社が熾烈な開発競争を展開している。ハフニウムを用いた背経絶縁膜は従来のシリコン絶縁膜よりも大幅なトンネル電流の削減に成功しており、これを用いた半導体チップも製造されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。